中でただ一人言葉を持つ何千万もの生物種の中で誰よりも高い知恵僕らの名前は人間です。何回言って傷つけたくないと変な正義感を掲げてからは相手を気にしすぎてかなんでか身動きで最後のリットはやった方がいいなとは思うんですけど、はい、だからアウトロの 1,2,3,4,5 5いっぱいまでクリックは生かしてほしいです。はい、そこでクリックを切ってください。ドラムの鶴谷くんです。改めて、はい、よろしくお願いします。ギターの太一くんです。はい、よろしくお願いします。こっちに差し替えして、はい、やっぱり鍵盤だけでも成り立っちゃってるんで弾き語りでもかなり完成されていたので彼女は何も変えずにこっちが後押しをしていくっていう、やることは変えずにでもより本人をスケールアップして見せられたらいいなと思ってこのスタイルを取っています。いい意味で思ったよりこうなんていうの秘めてる方だなと思います。ピアノとか聞く限りはもう全然かなり情熱的でなんかこれからどんどんいろんなところを引き出してみたいと思います。びっくりしました。すごいかっこよくて全然違うものがまずできているからすごいなんか予想外の音がいっぱい出てきて面白いなと思ってしもう最高です。果てしなかった何千万もの生物種の中でただ一人言葉を持つ何千万もの生物種の中で誰よりも高い知恵僕らの名前は人間です。何回言ってもそのだって息白いですもん。もう5月ですよ。おはようございます。
今ちょっとこの壁材がついちゃってるんですけど、でここでちょっと引きの最初一発目を。はい、寒いですよね。脱ぎたくないですよ。脱ぎたくないですよ。ちょっと拷問ですねこれ。大きめでお願いします。モーションお願いします。はい、OK です。ありがとうございます。あ、今日も学校なんですか？そう。あ、ですか。いや、大丈夫、全然。EV の撮影の後に全然気にしないでください。学校行く人初めて言いました。そうですか。すいません、ちょっとこっちから撮るんで、こっちに。はい、こっちで大丈夫です。いいね。うん、いい映画撮れてる。じゃあ撮影 OK です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。どうでした、初 PV の。寒かったです。もうそれだけ。チラッと見た感じがすごい綺麗にできてたんで、すごいかっこよく作ってもらえるんじゃないかなと思うので楽しみです。寒いしかなかった、本当に。ありがとうございます。ただ一人言葉を持つ何千万もの生物種の中で誰よりも高い知恵僕らの名前は人間です。何回言ってもないと変な正義感を掲げてからは相手を気にしすぎてかなんでか身動き一つ取れなくなったよ。便利なはずの千里眼で余計なものまでが見え始めた。あんたの笑顔さえも今はただ恐ろしくて仕方がない。
ちらの太陽。人気者の彼のこといつでも遠くから見ていた。